皆さんこんにちは。札幌観光ブライダル聖火専門学校エアライン学科の太田葵です。今日は秋元市長にいよいよ開幕する冬季アジア札幌大会についてお話を聞きたいと思います。それでは教えて秋元市長。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌市長の秋元克弘です。市長、ウィンタースポーツの祭典冬季アジア札幌大会が2月19日から札幌と帯広で開催されますね。はい、今回は8回目の開催となりますが、札幌では1986年の第1回、そして1990年の第2回とやっていまして、それ以降27年ぶりということになります。札幌で3回目の開催だとは知りませんでした。今回の参加選手役員は2000人を超えるということを想定していまして、1972年に札幌で冬季のオリンピックをやっているんですけどね、その時の1655人というものを大きく上回るんです。そんな大規模な大会が札幌で開催されるんですね。街全体が盛り上がってきてワクワクしています。そうですね、今回の大会は約30の国と地域が参加をして、札幌と帯広で熱戦を繰り広げます。元オリンピック選手もアジア大会をオリンピックと同じくらい重要視していると言っていました。具体的な競技を紹介していただけますか。はい、競技はスキー、スケート、バイアスロン、アイスホッケー、カーリングの5競技11種別です。アジアの全域からアスリートが結集しますよ。大迫力のスキージャンプや冬季スポーツの花、フィギュアスケートなどをはじめ、普段あまり見ることがないバイアスロンなども気になります。そうですね、バイアスロンはスキーで射撃ポイントまで走り込んで、こう的をめがけて、ね、射撃を行います。そもそもその起源は北欧の人々がスキーを履いて銃を担いで狩猟に行った、そのことだと言われています。そのような歴史があるんですね。この機会にぜひ観戦してみたいです。はい、ウィンタースポーツは、氷の上とか雪の上というのが舞台になりますので、夏の競技にはないスピード感というものがあります。ぜひ会場でしか味わえない熱気や迫力というものを感じてみてください。行ってみます。今回の大会には西アジアや東南アジアなど雪が降らない地域の選手も参加するんですよね。そうなんですね、アジア各国から集まりますから、すべての選手のウィンタースポーツに挑戦する、ひたむきな姿というものもぜひ注目していただきたいと思っています。そして目の前でトップアスリートの活躍を見るという経験は、将来を担う子どもたちに大きな夢と希望、そして勇気を与えることができると考えています。アジア大会の開催は札幌や北海道の魅力を世界に発信する絶好の機会でもあるんですね。そうですね、札幌を訪れた方々に札幌に来てよかったと感じていただけるよう、おもてなしの心を持って街全体で温かく迎え入れたいと思います。私たちにできることって何かありますか。はい、おもてなしというのは別に特別なことではないんです。笑顔や思いやり、例えば札幌の街をきれいだと思っていただけるようにゴミ拾いをしたり、ツルツル路面に砂をまいたりと、こういったことも立派なおもてなしだと思います。それなら私にもできそうです。おもてなしの力で札幌をもっと魅力あふれる街にしたいですね。はい、会場での声援は、なんといっても選手にとって一番のおもてなしになります。市民の皆さんには自分の国の選手だけではなくて、他の国の選手にも温かい気持ちで応援してほしいと思います。今日は秋元市長に冬季アジア札幌大会について紹介していただきました。それでは市長、最後に一言お願いいたします。はい、冬季アジア札幌大会の成功はウィンタースポーツの拠点都市としてのブランド価値を一層高め、冬季オリンピック・パラリンピックの招致に向けて重要な一歩となります。
市民の皆さんにはぜひウィンタースポーツのスピード感や迫力、感動を味わっていただきたいと思います。そして大会期間中に訪れたすべての人に札幌や北海道の魅力を存分に堪能していただけるようおもてなしの心を持ってお迎えしましょう。秋元市長ありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.